元気になりました。心配をおかけしてすみません。そうなんです。てさみくちゃん、ハートありがとうございます。熱はもう完全に下がりましたよ。もう熱は下がってたんですけど、ちょっと体調はあんまり良くない状態だったので、ピーターパンだ。ディズニー行きたい。ファンタジースプリングス。ミクちゃんとしたハートありがとう。ただいま。You can fly. Now you try. I'll make a mermaid look. Thank you. 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 なんで？なんで？そう、2年後。ハートハート、ウサラさんハート。ウサラさんバラ。みっちゃんバラ。あ、出ない。みっちゃんアイス、ありがとう。ハートもありがとう。9月のファンミ行けないけど、次のライブは行きたい。ファンミは9月4日なんですけれど、9月28日にライブがあります。昼夜公演の2個ありますよ。それはユイナさん、パンタハートありがとう。お、やったね。一番仕込んだ。さすがです。2年後ぐらいの課金し、今課金しなきゃ入れないの？エリア入場券とかじゃなくて課金しなきゃダメ。ガチは
食欲はあめっちゃあります。はい、びっくりするぐらいある。珍しく食欲なかったんですけど、インフルになっても私食欲あるタイプの人なんで、食欲だけは絶対にあるっていうタイプの人だったんですけど、そう今回はねちょっと普通の風邪だったんですけど、そうね、あの普通に熱が出て38度出て、あーやばいこれ熱だっつって寝てたんですけど、どんどん熱上がってきてやばいしんどいしんどいみたいな感じになって、そう、もう38度の1日ぐらいで終わったんでよかったんですけど、頑張りみき、そう暑い暑いってめっちゃ汗かいて、でも汗かくのが大事と思ってめっちゃこうあったかくして、部屋の気温部屋の温度もめっちゃ暖かくして、だから部屋出るとめっちゃ寒くて、で部屋出なくても寒かったのにみたいな、寒気はすごいして、でもは暑い、体は暑い食欲は全く出なかった、もうマジでご飯なんか食べたくなかった無理無理みたいな、珍しい、私にしたら珍しい、私は食欲ないとはなんだいっていう感じです。喉の痛みはないんですけど、痰が喉に詰まってるなみたいな感覚はあります。元気ですか？カロナールの出ました。ダンス先生のお母さんがね薬剤師をされてて、でそのお母さんにね聞いた時に、
さ、先生がその風邪になった時、熱出した時に何の薬飲んだらいいみたいな感じで聞いた時に、なんかロキソニン飲んだらいいみたいな感じで言われたらしくて、でロキソニンより軽いのがまあカロナールってなって、カロナール私持ってたんでカロナール飲みました。そう、私普段お薬飲まないから、カロナールでいいだろうって。そしてそっと触れてくれた。人生だこさん、ありがとう。10年病欠してね。なんかそういうの聞くと結構悲しい。なんで自分はこんなにもすぐ病欠になるんだろうってなって、なんか不甲斐ない。この角質めっちゃ気になるな。見て、結構あれ気づいたら剥がれてる。角質が私のいる場所輝いている、未来照らす光、夢を叶えた特別な夜、世界にちっちゃいハートありがとう。定期便は12パックです。お、ありがとうございます。今回は当たるかな。前回は当てだったんよ。もう一方と一緒にこう届いたんですけど、もう一方の方は当たったんですけど、当たらんかったよね。座が見えて、あ、キャッ！やっと
レターパック2つ？え？あれレターパック1個だったけどな。あれ？あれ1個前の話じゃんこれ。まだ受け取ってないやつもしかしたら。チューニングさんありがとう。ノエルさん主権こんにちは。兵庫県大島大学の加藤きみのです。ああ2つでも送ったの。じゃあまだ届いてないね。届いてないじゃない、まだ受け取ってない私が。おさむさんとちりちゃんハートありがとう。やばい、かゆい。いやかゆい。死ぬと言われた魚すぐ死んだ。オフと言われた通り髪の毛抜けたよ。アレンさんありがとう。あ、分かった。今週中てかもう木曜日なの。やば。ありがとう。甲子園、甲子園やばいよね。なんか自分の方が年上なんだって思って。あ、もうそんな年かーってなる。マジで同い年ぐらいの時に見とたのになんかしんどくなる。ついてきた。いいね。暑そう。マジ人もいっぱいじゃけん暑いし、普通に天気さんさんだっけん暑いし。朝からステーキさんハートありがとう。アメンボさんマイクありがとう。外出たくないよね。暑くて外出たくないよね。暑くなかったらもう外出たいけど。
と出ますよ。今日から動きます。肌動き動きます。まあディズニー行きたいなでもディズニーの音楽聴くの行きたくなっちゃう。わっちゃんね、ありがとう。誕生日？誕生日おめでとう。千里中間にだ、千里中間にだ、さらぬみくちゃん、千里中間にだ。誕生日おめでとうございます。何歳になったんですか？もう27ちゃんになったな。大人だね。人生の先輩。これからもいっぱい教えて。やばー、出会ってから7年すごい怖いね、怖いね、楽しいね。これからもいろんなことやっていこうな。ありがとう。クズやばい、やばさあ。プレスディスアイさん流れ星ありがとうございます。今日はね
30分になりそうなので一応終わりますね皆さん。ちょっと悲しいような、あら、どうですか、悲しい、嬉しい、私が大人になって、中毒性ある、この辺が覚えちゃうね、そうあいそうあいしゅうあいしゅうあいしゅうありがとう、こちらこそありがとう、ハートありがとするのはありがとう、一人で起きる、確かに一人で起きる時もあるけど今もガチで起きる時あるよね、起きる時と起きる時が、起きる時と起きる時があるんだけど、何なんでしょうね、わかりません13位プリンセスサザエさん、12位焼きそばさん、11位市原さん、10位アメンボさん、9位ハルさん、8位小団子さん、7位セルジーナさん、6位モーさん、5位キリちゃん、4位チージー、今日も暑いから無理せずご自愛くださいませ、ありがとうございます、皆さんのためにね用意してたものもあったんですけど、ちょっとまたおっ、はい、またお知らせします、第3位お祝いありがとう、28日、うん、あ、やばいやばい、りっちゃんしか名前出てこう、りっちゃんありがとうおめでとう、そしてで第2位がトシさんありがとう、そして先生本日第1位はモンタ、お熱下がってよかったね、ごめんも申し込んでありがとうね、9月4日ぜひ来てください、こんにちは、で9月28日にはライブ昼と夜公演ございますので来てください待ってます、じゃあ皆さんありがとうございました。